ドカンルーム。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部、マッキーのロッカールームです。鹿児島ユナイテッド FC スタジアム DJ のマッキーです。今日もユナイテッドを一緒に応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援部活動、応援メッセージお待ちしています。さあ、前節は YS 横浜戦。いやー、ちょっと最後ね、やっぱね、悔しい1点取られてしまいましたよね。これはもう勝てるんだと思っていた最後の最後、ワンプレーだったんじゃないでしょうかね、あれね。やられてしまいまして、1対1同点ということで、まあでも勝ち点3は逃しましたが、勝ち点は取れてます。それを前向きにね、捉えられるかどうかは次のホームゲームで勝てるかどうかってことかなって思ってますし、一番やっぱりね、悔しいし苦しんでるのはやっぱり選手の皆さん、なんでだろうって、何かこう歯車が一つこう噛み合えば、もう一気にドバドバと点数が取れる気もするんですよね。信じて応援していきましょう。今日は前節ですね、得点を取りました花戸仁選手のインタビューです。それではどうぞ。ユナイテッドサポーター部、マッキーのロッカールーム。今日は前節得点を決めましたこちらの選手の登場です。自己紹介お願いします。花戸仁です。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。今日雨の中のトレーニング大変でしたね。なんか降ったりやんだり、今晴れてますけど、ね、変な天気でした。ですよね、はい、ちょっと動きにくかったんじゃないかなと思いますけれども、前節得点、素晴らしい得点でしたね。はい、地元の横浜でしたし、同点でしたし、まあ、なんとか勝ちたかったですけどね。はい、一つ取れたのは良かったです。いや、あの YS 戦強いなって、去年も YS 戦の時ゴールでしたよね。 YS 戦が強いっていう別にイメージはないんですけど。ですか？そうですね、それはまあたまたまだと思うんですけど、たまたま、はい、ただ、まあ、自分のデビューした地でもありますし、家族も来てくれてましたし、はい、まあ、元気なところを見せられてよかったのかなとは思います。去年ゴールの時は家族は来れなかったって聞いたんですけど、今年来てくれたんですね。まあ、去年も来れなかったというか、うん、まあ、そんなにサッカーにうちの家族興味なくて、ね、子供もよく分かんなくて、でも今回はなんかちょっと分かっ成長して分かってたみたいで、本当ですか？半年ですけど、はい、最近ちょっとサッカーに、なんか僕がサッカー選手っていうのはちょっとずつ認識しだして、なんか喜んでました今回は。そうなんですね、はい、じゃあ結構そのゴールについてもコメントとかしてくれたりしたんですか？コメント、まあ、いつもなんかパパはカゴに入れることみたいな言われてるんですけど全然カゴに入れないからみたいなあのシーズンオフとかに言われてたんでとりあえず多分目の前で決めたのは、まあ、初めてではないと思うんですけど、はい、まあ、久しぶりだったんで良かったかなと。はい、パパカゴに入れたねって言われました。カゴに入れたねというかまあ良かったねっていうふうには、はい、嬉しいですね。良かったです。そして地元でやっぱり決めるというのは格別じゃないですか？そうですね、個人的に三ツ沢はすごく好きなスタジアムで、うん、まあ、お客さんとの距離も近いですし、うん、こうサッカーしてるなっていう感じのするスタジアムなので、はい、やりやすいですね。そうです、はい、初ゴールの場所とか、初ゴールの場所はまた別で、はい、平塚ですね。平塚なんですけど、まあ、同じ神奈川県ということで、はい、そうですね、はい、まあ、この得点でもう勝てると本当に思っていた YSCC 横浜戦だったんですが、最後の最後アディショナルタイムで1対1引き分けとなってしまいました。この間の試合をまず振り返っていきたいんですが、試合を終えてどんな思いですか？まあ、そうですね、難しいゲームでしたし、 YSCC すごくいいサッカーをしていて、自分らも見習うべきプレーというかところはあったので、まあ、正直やられていてもおかしくなかったゲームでしたし、まあ、結果あの時間帯に得点したんで勝ち点3を持ってきたかったですけど、はい、まあ、勝ち点0ではないので、うん、次の試合が本当に大事になってくると思いますし、またいい準備をして、向かいたいなと思います。
今日のトレーニング見てたら結構前線へのそのゴールへの意識みたいなところコーチがたくさんおっしゃってましたね。そうですね、まあ、やっぱり目的はゴールなので、そこへ行くためのチームとしてのボールの運び方だったり、前線の選手に入った時のサポートの仕方だったり位置だったりというのは共有できてくると、チャンスの数が必然的に増えてくると思うんで、そこはみんなでなんだろうな、ちゃんと意思を合わせてプレーしたいですね、はい。ですね、次はホームゲームになるのでまた白波スタジアムで乾杯したいですね。そうですね、あのホームではまだ負けてないのかな、はい、やっぱり自分たちは得意に思ってるというかこう、うん、いつもポジティブなゲームができる印象があるので、しっかりここでも、勝ち点3を持ってこれるようにしたいです。そうですね、次は南九州ダービーということでテゲバジャーロ宮崎戦です。4月の16日日曜日13時キックオフとなります。やっぱりお隣宮崎なので南九州ダービーという感じでかなり盛り上がると思うんですが、はい、いやそこで勝ちたいですね。そうですね、去年そうか去年のホーム負けたんでね宮崎に多分そっか、いや勝ちたい勝ちたいですね、うん、南九州ダービーっていうのがあるんですか。そうなんですよ、やっぱりこの宮崎との対戦はちょっと特別かなと、あそうなんですね、はい、ぜひ勝ちましょう。勝ちましょう、はい、どんな戦いを見せたいですか。やっぱりこの間は立ち上がり少し主導権を握られてしまったんで、はい、試合の入りからしっかりと自分たちの時間を長くして、90分通していいパフォーマンスをした中での、まあ、結果を持っていきたいというか、結果もそうですけどやっぱり内容にもこだわりたいなと自分は思います。そうですか、内容にもこだわった形で勝ちたいということですね、はい、じゃあちょっとここで告知タイムです。仁さんから告知タイムをお願いします。はい、先着1000名様に古式海洋深層水ペットボトルをプレゼントです。ナイス告知です。1000名様ももらえます。素晴らしいです、素晴らしいです。あのユナイテッドの、ね、ロゴ入ってるんでしたっけ、ロゴが入っているお水ですのでぜひ皆さん先着ですのでお急ぎいただきたい。先着ですので AD ゲートですね。はい、ありました、はい、ナイス告知ありがとうございます、はい、ところで気になっているのが徳重代表からいただいたあの自転車は活躍してます。チャリめちゃくちゃ毎日乗ってますよ助かりますサビ止めのスプレーまでいただいていただいたんですね、はい、あんまりこう自転車乗ってるイメージがないんですけど、いや僕結構発見されるんですよいろんな選手に走ってたよねみたいなめっちゃ言われて結構発見されてます。はい、近く近所とかに行くんですか。近所練習帰ったらもう、うん、他の移動全部チャリなので、はい、めちゃくちゃ重宝させていただいてよかったです、はい、なんかあのね、スポーターさんの皆さんの思いなんかも、はい、あの特番で聞かせていただきましたけど、はい、そんな思いもあった。で最終的な徳重代表のそうです、ね、プレゼント大事にしたいと思います、はい、また鹿児島での活躍を楽しみに応援してますね、はいはい、ありがとうございます。じゃサポーターさんに最後にメッセージをいただけますか。そうですね、いつもホームもアウェーも、大変本当にいつもサポートありがたいです、確実に力になってますし、皆さんのために戦うっていうところも僕らはあるので、ぜひ次の試合も、一緒に戦ってもらえるとありがたいかなと思います。はい、熱いサポーターへのメッセージありがとうございました。ではユナイテッドリクエストユナリクです。最近聴いてる曲らしいですね。そうですね、なんか何で流れてきたか忘れたんですけど、うん、結構前の歌っぽくで、はい、じゃあちょっと曲紹介を DJ ジン、はい、お願いします。シュガーソングとビターステップです。今日は花とジン選手でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。